ロバート・アーン賞はザンビア出身でウェールズの元サッカー選手。ポジションはフォワード。2002から2003フロリーダチャンピオンシップ特典王の経歴を持つウェールズ代表ストライカー。1997年カーディフシティのユースチームからトップデビュー。当時4部にいたチームの2部昇格の原動力として活躍する。2004年にウェストブロムウィッチ・アルビオンに移籍。 プレミアリーグ初挑戦であるにもかかわらず1年目に11得点を記録する。しかしながら、翌シーズンは不調に陥り、シーズン途中でノーウィッチ式に放出された。ノーウィッチで復調した彼は、翌2006から2007シーズンに怪我で離脱したものの、27得点を上げる活躍を見せる。これにより2007年6月、 プレミアリーグ昇格を果たしたダービーカウンティとチーム過去最高額となる350万ポンドの移籍金で移籍した。ダービーの1年での降格に伴って2008年7月、ノッティンガムフォレストへ移籍。2013年2月28日、トロント FC に移籍した。2014年3月21日、ブラックプール FC に移籍した。2014年8月15日、 シカゴファイヤーに移籍した。2015年2月、バンクーバーホワイトキャップスに移籍した。代表として2002年のドイツ代表戦でデビューした。ありがとうございます。